新潟市北地区スポーツセンターです。ホンダカーズ長岡カップ第44回新潟県 U12 バスケットボール大会の女子決勝戦が間もなく始まります。今年の対戦カードは新潟地区代表 B ファンズと同じく新潟地区代表浜浦ウィンドガールズとなりました。今試合が始まりました。まずボールを奪ったのは B ファンズ。速い攻撃、アウトバンズ。さあここで放送席のゲストをご紹介します。この試合の解説は新潟県バスケットボール協会 U12 部会の滝山大輔さんです。滝山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ滝山さん、はい、この試合の見どころどんなところに置いてらっしゃいますか。はい、まず白の B ファンがですね、はい、4番高根さん、7番神田さん、8、はい、11番大川さんを中心とした、攻撃力が魅力のチームです。はい、各選手の個人技が、見どころになるかなと思います。はい、はい、対して、青の浜浦は、全員で頑張るディフェンスが強みなんですので、4番渡辺さん、5番辻本さんを中心に繰り出す速い速攻が見どころだと思います。はい、この個人技が光る B ファンズとこの全員バスケのこの浜浦、こちらが制するのか。まずはこの浜浦が4点を先取しています。さあ B ファンズの攻撃、相手チームを20点台に抑えたいと話していました浜浦の田村コーチ。リバウンド争い、これは B ファンズボールです。まずはこの浜浦が非常に素晴らしい立ち上がりを見せています。そして B ファンズは第1クォーター、この高野を中心に高さのある神田、ファウルがありました。力強いターンシュートですね。素晴らしいと思います。ツーショットが与えられます。背番号7番神田は伊藤ヘッドコーチもこの試合のキーマンと挙げていました。まず1本目を落ち着いて決めていきます。2本しっかりと揃えました。これで4対2、点差は2点です。対するこの浜浦はこの背番号5番辻本が中心となってボールを運んでいきます。力強いドリブルからジャンプショット、これが決まりました。いいですね。ノーマークのフリーのジャンプショットを決め切りましたね。はい、アウトサイドのシュートも得意という話すこの辻本です。神田が中を攻めていく、このシュートが決まります。キャプテンでエースの高野由衣です。高野選手はジャンプショットが非常に得意ですので、はい、今の選手のプレーは良かったと思います。非常に素晴らしいシュートタッチを見せました。ファールがありました。今のプレーも非常に力強いプレーでしたね。はい、浜浦は序盤からリングに向かっていくプレーが素晴らしいですね。はい、これタイムアウトです。さあ滝山さん、はい、ここまで第1クォーター両チームの立ち上がりどう見ていますか。はい、お互いに良さが出てまして、はいはい、特に浜浦は、リングに向かうプレーが素晴らしく、B ファンズのディフェンスが非常にこう苦しんでいる印象があります。はい、対する B ファンズの立ち上がりどう見ますか。はい、はい、4番高野選手、7番神田選手の個人技が非常に光ってまして、はい、特に神田選手の力強いターンショットなんかは非常に魅力的だなと思ってます。はい、まあ、両チームともそれぞれの持ち味を出しながらこの第1クォーター立ち上がりを見せています。点差は2点、第1クォーター残りは3分57秒です。浜浦が2点をリードしている展開。浜浦背番号9番吉田美幸のフリースローからプレー再開です。
朝1本目をしっかりと決めていきました。笑顔も見えています。5本目、このルーズボールは神田が抑えました。神田が自ら行く、力強いドリブルだったんですが、高いディフェンス力で抑えていきました浜浦です。第1クォーター、この辻元がボールを運んでいきます。ここでボールをスチール、ただ奪い返しました。再び辻元が持って、中にはジャンプボールシチュエーションです。浜浦ボール、点差は3点。村上がボールを持ってジャンプシュート、これが決まった。素晴らしいですね。非常に柔らかいシュートタッチを見せました、はい、背番号6番村上莉子です。リバウンドの神田が持ち上がって、リバウンド争い、キャプテンの高野由依、素晴らしい。ディフェンスに囲まれながらも果敢に攻めていきました。ファウルをもらっています。今のもディフェンスに囲まれていたんですけれども、はい、積極果敢に攻めていきました、はい、体の当たりをものともせず、はいはい、リングに向かう素晴らしいプレーだと思います。1対1には自信を持っていると話していました、このキャプテンの坂野。さあ2本目はしっかりと決めていきました。これで点差は4点です。辻元がゆっくりとボールを運んで6番の村上へ、ここはナイスブロックしました。完全に神田選手が読んでましたね。はい、この背番号7番神田は非常に身体能力が高い選手とも伊藤ヘッドコーチは話していました、はい、非常にこう背も大きいんですが、はい、動けて、そしてシュートもドリブルも上手な選手です、はい、番号15番ナイスリバウンド、強いですね、はい、このシュートが決まりました。素晴らしい。背番号4番キャプテンでエースの高野由依です。今のもかなり遠い距離でしたけれども、はい、素晴らしいシュートでした、はい、7番神田選手と、4番高野選手の連携で、ハンドオフという手渡しをするプレーなんですが、はい、フリーのシュートを作ってよく決め切りましたね。はい、素晴らしいシュートを見せまして点差は2点です。第1クォーター残りは2分22秒です。でこの両チームなんですが、今年公式戦で3回対戦していまして、浜浦が2勝そして一度引き分けという戦績なんですね、はい、まあ、そんな中でも両チームヘッドコーチはチャレンジャー精神を持って戦いたい、そう試合前に話していただきました、はい、さあここまで自分たちのバスケをして非常に素晴らしい立ち上がりを見せています両チームです。非常にお互い良さが出てますよね。はい、はい、決勝戦にふさわしい戦いだと思います。さあ村上が力強いドリブルで辻元に渡す、リバウンドはオフェンスリバウンド、ただここは知りますよ、ビーファンズボール、高野が速い、バスケットカウント、高野選手の良さが出ましたね。はい、圧倒的な速さスピード、そのドライブが武器と話していました。ディフェンスを切り裂く素晴らしいドライブでした。リバウンドは浜浦が制します。村上から辻元へ、
外のシュート、リバウンド争い激しい。お互いにリバウンドの争いが非常に激しいですね。そうですね、ゴール下かなり激しい戦いになっています、はい、バスケットの魅力的なところですね。はい、さあここも高野がボールを運んでいきます。チャオコはパスをカットしました。知りませんよ、はい、ディフェンスから速攻の形に持っていきたいと話していました浜浦。ここもシュートをブロックしました神田。このジャンプショットがオフェンスリバウンド、神田に渡ります。この距離から高田が決めます。いや非常に素晴らしいシュートタッチですね、はい、絶好調ですね。はい、外からも中からも点が取れる選手です。ハマる辻元も切り裂いていく、決まりました。お互いのいいところを見せ合っています。第1クォーター11対11、残りは30秒となりました。どのようにこの第1クォーターを締めくくるのか。リバウンドは浜浦、残りは15秒です。最後のオフェンスですね、はい、ゆっくりとゆっくりとボールを運んでいます。切り込んでファールをもらいました。ツーショット、辻元選手のドライブがすごくこう印象的ですね。はい、この辻元選手なんですが、はい、超がつくほど真面目でバスケが大好きな選手と田村ヘッドコーチも話していました。11、浜浦が2点をリードして第2クォーターへ向かいます。さあ竹山さん、はい、この第1クォーター両チームの立ち上がりどう見ていますか。はい、浜浦の、非常にこう粘り強い、全員ディフェンスがですね、機能してたと思いきや、やはり4番の、白4番の高野選手、7番神田選手の個人技が、非常にこう上回っていったというような、1クォーターでした。まあ、両チームそれぞれのチームカラーを出しながら素晴らしい立ち上がりを見せてくれました、はい、この後第2クォーターへ向かっていきます。さあ間もなく第2クォーターが始まります。浜浦ボール、この第2クォーター浜浦はこの背番号4番渡辺が中心となって攻めていきます。オフェンスリバウンド、できるか。再び渡辺、ジャンプショット、これは決まりませんでした。ビーファン守りきりましたね。24秒オーバータイムです。はい、攻撃だけではなくこのディフェンスにも力を入れていますビーファンズです。ビーファンズ第2クォーターはこの背番号11番大川が中心となって攻めていきます。ただこの浜浦もディフェンス力がとても高いチームです。諸橋がくるっと1回転、自ら行くオフェンスリバウンド、いいですね。背番号11番大川がリバウンド取って、このシュートはオーバータイムになりましたけども、はい、あの白の B ファンズ、非常にこういいオフェンスが続いてますので、はいはい、いいと思います。何度も積極的に仕掛けていきました、はい、
対するこの浜浦なんですが、去年一昨年とこの大会を制しています。3連覇を目指すこの大会。津波からジャンプボールシチュエーションです。ですね、開始2回目ディフェンス2回目ですけども、はい、白の B ファンズ非常によく頑張っていると思います。まあ、1対1の攻撃、そして1対1のディフェンスにも力を入れて練習してきたと話していました。キャプテンの渡辺、オフェンスリバウンド、素晴らしい、決まりました。バスケットカウント。この今シュートを決めた背番号8番山岡は168センチの身長を誇ります。はい、手足が長くてあのリバウンドが強いですね。はい、ゴール下で存在感を放ちます。素晴らしい柔らかいシュートタッチを見せました。これで16対11、点差は5点です。切り込んでファウルを行いました。ツーショット与えられます。背番号10番は西野千尋です。千尋選手の成長が、はい、夏からこう著しくてですね、はい、非常にここの、得点が、期待されるかなと思います。はい、で伊藤ヘッドコーチもこの攻撃の面で力強さが出てきたと話していました。さあしっかりと決めていきました。これで点差は3点です。さあこの力強い素早いドリブル、渡辺からで行きますが、ここもディフェンスが高い。足を使った速い形、岡は素晴らしいもらいました。今も非常にスピードのあるドリブルでした。はい、大川選手のあの最後の、スピードに乗った、レイアップ素晴らしかったと思います。はい、このスピード感あるドライブが一番の武器と話していました。シュートも得意な大川、しっかりと決める。いいですね。これで点差は1点です。ゆっくりとゆっくりとボールを運んでいます。キャプテンの渡辺、中に入れる。今パスは通りませんでしたが、この渡辺から山岡へのこの中を使った連携というのも一つ強みになってきますか。はい、狙い目ですね。あの山岡選手の手足の長さを生かした、はい、インサイドプレー、非常にここの2クォーターではあの強みだと思いますので、はい、ぜひぜひあのどんどん使ってもらいたいですね。はい、ここはボールを奪い取りました。守備から速攻につなげていきたいと話していました浜浦。津波から渡辺、自分でいった。背番号11番大川が攻めていきます。中に切り込んで一人で決めていきました。そしてこれでビーファンズが逆転です。17対16。さあ第2クォーター残り3分14秒で B ファンズが逆転しました。はい、11番大川選手の、はい、スピードのあるそして力強いドライブがあの非常にこう浜浦を苦しめてますね。はい、対するこの浜浦、この攻撃ディフェンス面いかがでしょうか。はい、ディフェンス一生懸命頑張ってあの速攻を出したいんですけれども、はい、それを B ファンズの、ディフェンスの戻りが上回って、なかなか早い攻めができてません。ですがあの8番の、山岡選手を中心に、インサイドを攻めて、アドバンテージを取っていきたいなと、浜浦は考えているんじゃないかなと思います。はい、でこの浜浦の田村ヘッドコーチはですね、相手を20点台に抑えるのが目標とそう話していました。多くても30点台に抑えたいと、いかに失点を抑えるかとも話していました。ただそれを上回っているのがこの B ファンズの攻撃力、ディフェンス力というところですかね。はい、そうですね。
さあキャプテンの渡辺がゆっくりとボールを運んでいきます。どう攻めていけるのか。中には山岡もいる。このジャンプショットリバウンド争い、ここは大川が制しました。そしてこの足を使った速い攻撃、石野がアウトオーバンズ。残りは2分42秒です。点差は1点。大川にボールを託す。中にはチャンスですよ。パスは通りません。高さを使ったプレーですね。8番山岡佐奈です。このゴール下のプレーを3ヶ月間きっちりと磨いてきたと話していました。対するのはこの大川ですが、ルーズボールは浜浦、アウトオブバウンズです。取られたら取り返す、そのような試合展開になっています。浜浦が1点をリード。このシュートがリバウンド争い、ジャンプボールシチュエーションです。お互いの攻防が素晴らしいですね。はい、このボールへの執念を感じる、はい、この第2クォーターです。大川がボールを持って、うまくかわしてシュートを打ったんですが、ここは浜浦ボール。津波のシュートが第2クォーターはこの背番号11大川のテクニックが光っています。さあ自ら切り込むオフェンスリバウンド、この争いが激しい。再びディファンズボールです。大川からこのシュートが惜しくも決まりませんでした。浜浦ボールに変わります。第2クォーターは残り58秒、点差は1点、浜浦が1点をリードしています。一進一退の攻防が続いているこの第2クォーター。久保に渡して、リバウンドの強さを見せています。ディファンス残りはおよそ30秒、西野が中に入って決まりました。素晴らしいですね。ディフェンスをものともせず積極的に切り込んできました。背番号10西野です。さあ残りは20秒を切りました。点差は1点。この浜浦をシュートで終わりたいですね。はい、なんとか得点につなげていきたい。この攻撃ロングショット、浜浦ボールです。浜浦ボールです。あ、大当たりですね。白ボールです。はい、ディファンズボールからプレー再開です。最後のシュートがこれは惜しくも決まりませんでした。今第2クォーターが終わりました。
19対18 B ファンズが1点をリードして後半戦へ向かっていきます。さあ竹山さん、はい、この後半戦第3クォーター第4クォーター、はい、どんなところがポイントになってきますか。はい、より一層ですね、はい、チームの、カラーが出てくるんじゃないかなと思ってます、はい、白の B ファンズは、4、11、7の、3人の個人技がより一層出てくるかなと思ってます、はいはい、それに対してあの浜浦は、より一層こう強固に、ペイントゾーンを守るようなディフェンスに、シフトしてくるんじゃないかなと思ってます。はい、この1対1が強いこの個人技のうまい B ファンズが勝つのか、それともこのディフェンスから攻撃へ、それがモットーの浜浦が勝利するのか。後半戦第3クォーターが今始まりました。中に入れますがこのパスは通りません。3、4番高野から7番の神田に、中の大川、高野のシュートがリバウンド争い、浜浦村上がそのリバウンドを制しました。4番の渡辺外に出して、なかなか中には入れてもらえません。ショット記録は10秒を切りました。渡辺のシュート決まりました。素晴らしい、かなり遠い距離から素晴らしいシュートを見せました。エースで4番の渡辺です。こちらは神田が、このシュートは決まりません。さあこの守備から速攻の形が浜浦の持ち味。ノーマークですね、はい、7番の砂見から渡辺に、中には山岡もいる。もう一度打ってきた、素晴らしい、渡辺連続ポイント。2本ともですね、はい、5番辻本選手のドライブからの、パスが、4番の、3ポイントシュートの、距離からのシュートを成功させてますね。シュートを打つ選手だけではなくて、この周りの選手がいるからこそのシュートということでしょうか。はい、はい、その通りです。まさにその全員バスケを体現しています浜浦です。ここで神田にフリースロー2本与えられます。この試合のキーマンと伊藤ヘッドコーチも話していました、Bファンズの背番号7神田。さあ2本しっかりと決めていきました。綺麗なシュートフォームですね。これで1点差です。両者譲らず展開。パスを回しながらボールを伺います。ここはシュートをブロックしました。あそこです、早い攻撃に持ち上げてファールをもらいました。岡選手非常に調子がいいですね。どのようなところが今良かったでしょうか。高野選手あの速攻と見せかけて、はい、やめるかなと思ってもう一度行くという、うん、はい、チェンジオブペースといったあのペースを変える、技術を使いましたね。そしてこのシュートタッチも素晴らしいものを持っています。はい、素晴らしいです。リバウンドは浜浦、22対22同点です。渡辺から村上のシュート、リバウンド争い、このリバウンドは B ファンズ。ここも高野が攻めていきます。大川のシュート、バスケットカウント、腕をくるっと回転させながらディフェンスに取られないような素晴らしいシュートを見せました。はい、間を割っていくためには必要なスキルを使って、バスケットカウントをもぎ取りましたね。はい、これで逆転です。さあ
このシュートもしっかりと決めました。これで3点差。中に入れる。ただこの山岡へのパスは通りません。非常にビーファンズが山岡選手へのパスを読んでますよね、はい、なかなか仕事をさせてもらえてない印象です。4番の高野、神田が決めていきました。これタイムアウトです。まあ、の 田村監督、流れを悪い流れを1回切ろうと思ってタイムアウト取りましたね。はい、まあ、このクォーターなかなかこのハマウルとしては、まあ、自分たちの攻撃ができていない印象ですけれども、はい、まあ、どのような攻撃が必要になってきますか。そうですね、おそらくゲームプランとしては、8番山岡選手を使って、インサイドで、攻めたいなというところが狙いだと思うんですけども、はい、それを逆手にとって B ファンズが、はい、パスを読んで、全員でこうボールカットして、うん、そして速攻につなげていると、それがファーストブレイクポイントにつながっているんじゃないかなと思っています。この第3クォーター残り2分45秒残しまして、 B ファンズが5点をリードしています。でこの5点を追う浜浦なんですが、今年のチームのテーマが楽しむと、まあ、自分がシュート入る入らない関係なしにバスケをしていることが楽しんだ、それを大切にここまで勝ち上がってきたと話していました。はい、浜浦は本当に雰囲気のいい、素晴らしいチームだと思いますので、はい、その楽しさを前面に出して、後半頑張ってもらいたいですね。その中心がこの背番号4番渡辺ですね。まあ、シュートミスになりましたけども、はい、あの4番の選手渡辺選手があのリングにアタックしてきた方がいいと思いますよ。ただ対するこの背番号4番高野も非常に素晴らしいテクニックで得点を決めていきました。はい、点差は7点。仕事から渡辺に、6番の村上外に出す。惜しいですね。いいプレーです、はい、はい、外しましたけどいいプレーだと思います。積極的にシュートを放っていきます。大川のシュート、リバウンドは渡辺が制しました。残りは2分を切りました。第3クォーターです。ゆっくりと攻めていきます。このシュートが B ファンズが攻めていく。中が空いていた。オフェンスリバウンド、ねじ込みましたね。この試合のキーマンとも話していた神田が高さを生かして決めていきました。点差は9点です。辻本のシュート、リバウンド争い。B ファンズは非常に、はい、山岡選手の高さを、抑え込むように、はい、ボックスアウトという技術を使ってリバウンド取ってますね。ボックスアウトですか。はい、リバウンド渡辺が制します。 B ファンズのディフェンスの戻りが早いですね。なかなか速攻が出ません。31対24。さあ残りは20秒を切りました。第3クォーター、遠い距離からのシュートが決まります。リッチクォーターでも、はい、高野です。リッチクォーターでも見たプレーですね。はい、7番のハンドオフから、4番の選手の、ロングシュートですね。そして最後この渡辺のシュートが決まって第3クォーターが終わりました。33対26、 B ファンズがリードして運命の第4クォーターへ向かっていきます。浜浦の3連覇なるか、それとも
初優勝となるか B ファンズ。第4クォーターが今始まりました。神田が一人で行く。ファールがありました。フリースロー2本与えられます。ここまでチームを牽引してきました背番号7番神田、2本目はしっかりと決めていきました。佐々木山さん、はい、浜浦がここから逆転していくためにはどんな攻撃が必要になってきますか。はい、そうですね、やっぱりまずは第一にディフェンスから速攻を出したいですね。速攻ですか。はい、なかなか3クォーターは、あまり速攻が出ることがなかったので、はい、全員で走って、はい、早めにシュートに行きたいというところが一つポイントだと思います。はい、ここは抜けてきた。大川がディフェンスの合間を縫って素晴らしいシュートを決めていきました。岡選手の個人技光りますね。はい、さあ浜浦は足を使った攻撃を見せることができるか。点差は10点です。辻本が切り込む。リバウンドは浜浦。どんな状況でも楽しんでいきたい、そう話していました。ただここもディーファンズの素晴らしいディフェンスが光っています。はい、そうですね。ディーファンズボールからプレー再開。だが中を伺います。大川のシュート。リバウンドは浜浦。砂見から山岡、そして砂見に渡します。リバウンド争い、山岡が強いですね。ここは B ファンズボールに変わります。シュート外れましたけど、はいはい、山岡選手のリバウンドシュート、いいと思います。少しずつ少しずつ自分たちの形を取り戻してきています。浜浦です。残りは4分1秒、点差は10点です。浜浦の選手たちの手にはです、手の甲にはですね、勇気そして必勝という文字が書いてあります。2017年からの伝統ということで、先輩たちの思いも胸にこの決勝戦に臨んでいます。対する B ファンズ、初優勝に向けて今年のチームのテーマは自分と味方を信じると、仲間を信じて初めての優勝へ向かっていきます。Bファンズボールからプレー再開。4番の高野、ボールを奪い取ったのは浜浦。背番号4番渡辺、ディフェンスが非常に熱いです。決まりました。よく決め切りましたね。はい、チームが苦しい時はこの背番号4番エースの渡辺がチームを支えます。3分30秒です。中が空いていました。背番号14番、素晴らしいですね。諸橋リズです。7番の神田選手の、ドライブにみんな浜浦の選手が気を取られて、14番の選手が、フリーになりました。はい、空いたスペースをうまく見つけて入り込んでいました。
藤本のシュート決まった。素晴らしいですね。今のもキックアウトといって、はい、あのドライブの後の、外側へのパス、これはもうフリーになりやすいシュートですので、非常にこうチームプレーだなと思います。それもやはりこの周りの仲間がいてからこその得点ということですね、はい、そうですね。さあ点差は8点です。ここも切り込む、リバウンド争い。さあこの終盤にかけてこのボールへの執念、両チームからひしひしと感じられます。決勝戦第4クォーターは残り2分30秒となりました。点差は8点。さあ渡辺が行く、再び浜浦ボール、辻本が行くか。ナイスブロックですね。いいファンズの守備力もとても高いです。神田選手の高さがここに来て効いてきましたね。はい、足を使った攻撃、ここはリングに嫌われる。さあ滝山さん、はい、このハマールとすればこの8点差を同点にする、そしてひっくり返すためには、はい、どんなバスケットボールが必要になってくるでしょうか。そうですね、まずはディフェンスをもっとこう固めたいですよね。ディフェンス力、はい、4番高野選手、7番神田選手に、あの非常にこうリングに向かってドリブルされているので、はい、それを1回止めたいですよね。後半戦足を使って何とか粘っていきたい浜浦。惜しくも決めることはできませんでした。ファールがありました。浜浦ボールです。残りは2分を切って点差は8点、 B ファンズが8点をリードしています。初めての決勝戦、そして初めての優勝を目指して戦っています。再び浜浦ボール、ブロックショットされましたけども、はい、今みたいなリングに向かうプレー素晴らしいと思います。積極的にこのリングに向かうプレーがどんどん出るのでしょうか。ただここは速攻の形になった。11番大川決まりました。素晴らしいですね、はい、体勢を崩されながらもよく決めました。ユーロステップというあのスキルを使ってますね。高い能力を持っています。ただこのエース渡辺も負けていません。残りは1分30秒です。大川から簡単に、諸橋のシュート、ここも激しい争いになっていますが、浜浦ボールに変わります。さあ残りは1分5秒、点差は8点です。時間が少ないのでちょっと早めにシュートに行きたいですね、はい、まずこのリングに向かっていきたいこの浜浦。中の山跡に高須が、ここもディフェンスに阻まれました。残りは1分を切りました。点差は8点。マルのディフェンス、もうちょっとこう当たりを強くしないと。なんとかこのボールを奪っていきたいこの浜浦。いいですね。さあここでボールを奪いました。知りたいですね。走ってリングに向かっていきたい。背番号5番辻本。辻本が中に入る。しかしこのパスも通りません。B ファンズのディフェンスの読みが素晴らしいですね。残りは20秒を切りました。残りは5秒。
フリースローツーショットが与えられます。スローインですね。スローインでした。さあ残りは5秒を切りました。時間をゆっくりと使います。最後のシュートは今試合が終わりました。40対32で B ファンズが勝利し初優勝を決めています。さあ時山さん、はい、B ファンズが素晴らしい試合展開で初優勝を決めました、はい、この試合どう振り返りますか。はい、浜浦、チームカラーとしての、ディフェンス非常にこうよく頑張ってたんですが、はい、それをもう凌駕する、B ファンズの個人技能力の高さ、それが素晴らしく光ってましたね。はい、はい、優勝につながった要因だと思います。まあ、試合冒頭でも話していただきました、まあ、背番号4番の高野、そして背番号7神田、11番大川の個人技テクニック一目光っていましたね。はい、対するこの浜浦も非常に全員バスケで素晴らしいプレーを見せていました。はい、どう振り返りますか。はい、浜浦の選手もみんなで、フリーの選手を作ろう、そういったチームプレーが、すごくこうよく取れたんですけども、それを凌駕する、B ファンズの読みの速さのディフェンスが、それを阻止したというような形でしょうかね。はい、でも浜浦の選手たちもチーム一丸となって本当に全員バスケットを見せてくれたなと思います。放送席、放送席、そして会場にお集まりの皆さん、優勝チームインタビューです。見事初優勝を飾りました B ファンズ伊藤圭介ヘッドコーチにお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝です。まずは今の思いから教えてください。夏の県大会の準決勝で浜浦さんに負けて以来、チームの目標しっかりと全員で共有しながら、頑張ってきた成果を最後しっかりと体現してくれて、見ててとても心強かったです。まあ、前半苦しい場面もありましたが、後半にかけて、まあ、B ファンズらしいバスケットボールができたと思いますが、今日の決勝戦のプレー振り返っていかがだったでしょうか。はい、一緒なんですけど、練習してきたことをしっかりと、やってくれたので、はい、それで、はい、満足です。そして大事な場面で、ここぞという場面でキャプテンが得点を決めてくれました。キャプテンのプレーはどのように映ったでしょうか。はい、ずっと信頼しているキャプテンなので、ある程度プレーは本人の考えに任せてやっていました。はい、そして全国へ舞台を進めますけれども、最後に全国への思い教えてください。まだまだ修正箇所がいっぱいあるので、3月まで時間が許す限りしっかり練習して、新潟県代表としてしっかりと臨みたいと思います。ありがとうございました。優勝を決めました伊藤圭介ヘッドコーチでした。続いて優勝キャプテンにお話を伺います。高野由衣キャプテンです。おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝を飾りました。今の思い教えてください。春季大会で浜浦さんに負けてしまったので、リベンジできて嬉しいです。今日はここぞという場面でご自身も得点を決めて活躍が光りましたが、自分のプレーは今日どのように振り返りますか。シュートがたくさん入る日だったのですごく良かったです。そして、まあ、優勝キャプテンに導いてくれたチームのみんなにもし一つ言葉をかけるとしたら、今どんな言葉をかけたいですか。辛い練習とかもあったと思うんですけど、今まで一緒に頑張ってきてくれてありがとうって言いたいです。そして最後になりますが、全国へ舞台を進めますけれども、最後全国への思い教えてください。新潟県の代表として、精一杯頑張りたいと思います。おめでとうございました。優勝キャプテン高野由衣キャプテンでした。お届けどうぞ。今高野キャプ
テンのインタビューからも全国大会でも頑張りたいというそういうお話もありましたが、竹山さん、はい、この全国大会で B ファンズの活躍、はい、どういったところに期待しますか。そうですね、新潟県を代表して、新潟県のバスケットはこれだけ、個人技も、チーム力もあるんだぞというのを証明してもらいたいですね。はい、期待しますね。はい、改めまして女子決勝戦は B ファンズが40対32で勝利し初優勝を決めています。この試合の解説は滝山大輔さんとともにお送りしました。滝山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。